私たちは今水戸市の水戸芸術館に来ています。で、今私が立っているのは水戸芸術館エントランスホールの2階なんですけれども、今聞こえますでしょうか。オルガンの演奏が始まっています。はい。で、こちらの水戸芸術館、いらっしゃったことある方は分かるかと思うんですけれども、教会のような雰囲気になっております。と言いますのも、今聞こえますこちらパイプオルガン、高さ10メートルくらいですかね、大きなパイプオルガンがあるんですよ。で、今日は、まあ、月曜日で休館日ということなんですけれども、今こちら演奏しております。で、1階には園児たち50名ほどでしょうか、今静かにこちらの演奏を聞いております。ということで、今日は何をしているのか、どういったイベントが行われているのか、この方にお話を伺います。水戸芸術館広報係の鴨志田和子さんです。鴨志田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、今こちら行われているこちらイベントはどういったものですか。今幼稚園児たちがこうやって一生懸命聞いていますね。はい、こちらはですね、幼児のためのパイプオルガンの公演になっておりまして、実際に水戸市内の幼稚園、それから保育園の園児たちに、休館日を利用して、日頃なかなか触れることとか聞いていただくことが難しいオルガンを、体験していただくものになっております。はい、体験と言いますと、今こうやって静かに聞いていますが、他にも何か触ったりということもできるんですか。そうなんです。実際にですね、パイプオルガンを弾いていただいたり、それからパイプもあるんですけど何本か用意してますので、そちらを、何人かずつで体験して、実際に吹いてもらうというようなことをしていただいてます。やはり皆さん聞いていただくだけじゃなくて、実際に、音を鳴らしてみたり、パイプを吹いてみたりすることで、より身近にオルガンをパイプオルガンを感じていただけるようで、最後は皆さんに楽しかったって言っていただけるのが、こちらとしても大変嬉しい感想です。そうですよね。もう終始子どもたち笑顔でもう楽しそうにオルガン触ったりしてましたもんね。そうですね。はい。で、こちらのエントランスホール、こちらでは演奏、他の日に演奏なんかも聞けるんですか。コンサートのようなものも。はい、今演奏はですね、パイプオルガンのプロミナードコンサートということで、週末に無料でですね、30分程度の演奏会を行っております。こちらのエントランスホールが芸術館の、玄関口になりますので、何と言いましょう、こちらにいらっしゃっていただいて気軽に聴いていただけるような、プロムナードコンサートは無料になってますので、はいはい、それで楽しんでいただけると思います。そうなんですね。ではどなたでも気軽にこうやってオルガン聴きに来ることができるということなんですね。はい、やっぱり生で聴いてみると、かなり実際 CD と聴くとはまた違う魅力っていうのがたくさんあると思うんですけれども、最後に来ていただける、来てくださる皆さんに一言メッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、やはりCD やとの違う生の演奏を身近で楽しんでいただきたいと思います。はい、無料で気軽に楽しんでいただけるプロムナードコンサートが、やはり感じていただくには一番、身近なものになると思いますので、ぜひご家族連れでいらっしゃっていただきたいと思います。そうですね。今も後ろで子どもたちが元気に挨拶をして一生懸命お話を聞いていたりですとか、こちらの演奏も楽しそうにずっと笑顔で聞いている様子、こちら見ていてもなんだか笑顔になりますね。はい、ということで鴨志田さん、お話ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間は水戸芸術館からパイプオルガンについてお伝えいたしました。